だからいい？これがこれじゃないんだよ。これを引いてあげなければいけない。そうすれば2個以上隣る場合になるわけだ。はい、こんにちは。泉数学講師、荻野伸也です。2023年の東大の分離共通確率の問題をやってまいります。黒玉3個、赤玉4個、白玉5個が入っている袋から玉を1つ取り出して順に12個並べると。1番、どの赤玉を隣り合わない確率 P を求めよう。どの赤玉を隣り合わないとき、どの黒玉を隣り合わない条件付き確率を求めなさいと。そういう問題ですよね。まず確率ですから、全てのものは異なるという姿勢でやっていきます。この問題の場合は区別しない、同一してもやる方法もあるんですけど、一般的に区別する区別しないで答えが変わってくるし、もちろん正解は片方、確率は一つだけですから、一般性を持って区別の方でやってみることにします。玉を区別して考える。すると全事象は、色とは無関係に1から12まで通し番号がついてると思ってください。それ横一列並べるんだから12の階乗取りということになりますね。その中で赤が隣り合わない、だから、黒と3つの黒と5つの白というのは別に隣り合う隣り合わないからかろうが関係ないわけですよ。よく隣り合う隣り合わないって確かによくある問題ですよね。隣り合うと言ったら一つにまとめて、ね、1個に見なす。隣り合わないと言ったら後から入れるんですよ。いいですか？隙間に後から入れれば、それが隣り合うことないよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、ね、9箇所の隙間、この中から4つ取って赤玉を並べてやれば、いいわけなんだ。黒玉3つと白玉5つ、ね、計8個の並べ方、これ8の階乗通りというふうになりますね。9箇所の隙間から仕切りの入る4箇所を、選んで9,4 通り、例えばね、こことこことここいいね、隙間に入れてますから赤同士で並びません。全部区別して考えてますから、ね、例えば赤1赤2赤2 赤3赤4ってあるわけですよ。そうすると結局、この4つの並び方っていうのは4の階乗通り、見た目一つでもあるってことになりますよね。赤玉の並べ方、4の階乗通りということになりますね。よって求める確率は、ね、8の階乗×9C4×4 の階乗、12の階乗ということになりますね。12の階乗8の階乗で約分しますから9までの積になるね、分母はね。これ一つで 9P4 でもいいんですけど、分母が取れて9876というふうになるわけですね。そうしますとあとは約分ですね。9が約分されて、6で2でしょ。それから55分の14というふうになるわけですね。これが1番ね、ことになります。ではカット2番ですね。どの赤もどの黒も隣り合わない、これ難しいですね。事象 A としてどの、赤玉も隣り合わない、事象 B としてどの黒玉も隣り合わない、というふうにしておきますね。でですね、これいろいろ解法があるんですけど、僕はこういうふうに考えました。 A かつ B バーを考えるんですね。これは、どの赤玉も隣り合わないかつ黒玉がね、隣り合う、2個以上隣り合う、ね、というふうなことになるわけですね。最初にちょっとプランを書いておきますと、AB でしょ。1番でこのどの赤玉も隣り合わないっていう確率はもうこれ出てるんですよ。P でしたね。55分の14でしたっけ。で、そうそう、これ先に言わなきゃ。今この条件付き確率を聞かれてるわけですからね、こうなるよね。すると、この分母はもう、
ね、分かっているわけなんです。一番で出てるんですよ今。だから僕らが欲しいのはこれなんですよ。でこれってこれなんですよ、ね、で今か僕らが今僕が考えたこれというのはここなんですよ。だから1番で求めた緑から青を引くことによってこの分子が出るんですよ、このオレンジが。まあね、もちろん吉を取るのは隣り合わないより隣り合う方が処理しやすいからなんですね。黒玉が2つ以上隣り合う、ってことは2つ隣り合うと3つ隣り合うのがありますよね。分かりやすい方を先にやってしまいましょう。黒玉が3つ隣り合う、場合、隣り合うんだったらね、紐で縛って1個にまとめますね。で、ね、条件を持たない白を、はい、6個の玉があることになるわけですよ。6個の玉があって、あとは 1,2,3,4,5,6,7、この7個の隙間に4個の赤を入れればいいということになるわけですね。はい、するとまず合計6個の並べ方、6の解除取り、それから黒玉の並べ方、これ仲良く密集してるんですけど、ね、123、ね、321、312ってありますから、当然これ3の解除取りということになるわけですよ。で白玉はもう並べ終わってますよ。いいかな、この6個の中の、ね、1,2,3,4,5,6,7 の5個ですから、この中にもう白玉の並べ方終わってますから、かける5の解除なんてやんなくていいんですよ。はい、で7箇所の隙間から、赤玉の入る4箇所を選んで、ね、7,4 通りということになるわけですよ。で例えばこんな風になってね、 1,2,3,4、ね、ありますから、赤玉の並べ方、ね、4の解除通りということになるわけですね。でその確率は、6の解除、3の解除、7,4 かける4の解除、12の解除、というふうになりますね。すると6でだから7までの席になるね。12、11、10、9、8、7で、3かける2な、分母が4の解除で取れますから7,6,5,4というふうになるわけですね。で、約分していくんですが、ね、7が取れて、4,2が8、それから、ね、5,6,3,10,90こう消えますね。ってことは 12×11/1 というふうになります。これが黒が3つ隣り合ってしまう、ね、場合なんですね。では、次に黒が2つ以上隣り合う場合を考えます。そう、まあだからね、まあ2つをまず1セットにしてしまいましょう。いいね。もう1個黒ありますよ。いいですか。で隙間はね、8箇所ですね。はい、1,2,3,4,5,6,7、はい、まず計7個の並べ方、7の解除通り、そして黒玉の並べ方、この黒だけ見て、ね、1,2,3 なのか、ね、3,2,1 なのか、左から見て3の解除通り、どれとどれもね、紐で縛られてるとか考えないで、とにかく左から、並べ方、そして
8箇所の隙間から赤玉の入る4箇所を選んで 8C4 通りで、赤玉の並べ方4の解錠通り、例えばね、こんな風に、でこの確率は、ね、7の解錠かける3の解錠かける 8C4 かける4の解錠、ね、で12の解錠ってことは、12の解錠7の解錠で約分しますから8までの積になるわけですね。で、3の、ね、解錠、8、4に、4の解除かけますから4つ8765というふうになるわけですね。すると12がまず約分されまして、8もなくなりまして、5が約分されて、ね、3が約分されて、ってことはこれ、66分の7というふうになるんですよ。さてこっからなんですね、難しいのは。先ほど、黒が3つ、並ぶ場合というのは 12×11 分の1と出しましたね。するとね、単純に考えると3つ並ぶ、2つ並ぶ、だから合計すればいいんじゃねえかって、いや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 、黒がこの2つ並んだ、黒に隣接する場合がありますから、当然これはこの中に含まれているわけなんですよ。問題はいくつ含まれてるかってことなんです。ところがこの中に、はどうでしょう、これって結果的に同じ並びなんですよ。だけどこれを一個として、まあだから番号振りましょう。1、2を1個の玉として3がね、くっついたか左、右からくっついたか、2、3をひとまとめにして1が左からくっつけたか、つまり同じものを2回カウントしてることになるわけです。の2通りをね、別々に数えているので、だからこの中には2つだけ隣り合う確率と、3つ隣り合う確率が2つ含まれてるんですよ。だからいい？これがこれじゃないんだよ。これちょっと出てきたけど、これ答えなんじゃないんだよ。だからこっから一つ、じゃないじゃんこれ。これを引いてあげなければいけない。そうすれば2個以上隣る場合になるわけだ。ですから、この確率、つまりこの3つの内訳を持つ中から、1つ、3つ隣り合う、だね、なんだっけ、12×11 分の1、12×11 分の1、これが66分の7、引いてあげなければいけないということになるわけですよ。でこれを計算しますと 12×11 分の14-13 かね、というふうになるわけですね。はい、でね、これ緑のサークルからさっき求めたね、A かつ B のバーを、引いてやればね、これがこの、オレンジ色の確率ということになるわけですね。で、以上より、求める確率は
PA 分の P の A かつ B ですね。ってことは、55分の14、55分の14引く12かける11分の13。これ通分する必要ないんですよね。ここまで見えてれば、これ約分して1になりますから。で、ね、これにこの分母の逆数をかければいいだけですよね。すると、この計算が楽ちんでしょう。すると、これが5になって、1マイナス12かける14、168。で、13かける5、65。ってことは、168分の、103というふうに求まるわけですね。はい、できました。ですね、僕はこれかなり難しいと思います。見た目はね、なんかチャートとかにね、物を乗ってそうに見えるんだ、隣で隣合わないだけなんですけど、僕ね、正直恥ずかしい話、これちょっと解いてみて分かんなくて風呂入ったんですよ。で、風呂のガラスが曇るじゃない、それに書いて、これに気づいたんです。つまりこの不完全品を求めるんですよ。この不完全品を、で、これ、元3つ並ぶやつを引いてやって、はい、できましたってことになる。これね、他にもやり方あるけど、多分これ多分一番すごい計算楽だと思うんですよ。で、東大の傾向なんですけど、知りません。別に傾向がないのは東大よく言いますから。で、京大に比べて真面目な話、問題かなり難しい。でもその分、採点がすごく優しいっていうか。開示すると、だから何か書いてやることで、別にこれどこの段階でも同じなんですけど、今の自分のレベルに合った勉強するっていうことですね。そして難問で合否は決まらない、努力の延長上にあるところでしか僕ら勝負することができないので、その範囲で頑張るってことね、自分の影響の輪の中で努力するってことが大事だと思いますね。ではまた。頑張ってますか。運命とは受けるべきものではなく、自ら選び作り出すものである。人は不可能だと思うとき、やりたくないと決心しているのである。未来の試験場のあなたを救ってあげるのは今のあなただけです。頑張ってください。